人形教室雅会、毎年毎年見事な作品で本当に。でもこれあのずっと作り込んでいくその根気というか熱意というかがすごいですね。でもだんだん細かいですよね。でもだんだん上手になっていくわけですか。どうでしょうでも数こなせばねやっぱりコツが分かってくるから、うん、ですよね、うんうん、でもどういうわけかみんな可愛いのを作りますね。そりゃそうでしょう可愛くなくちゃね。そりゃそうだね、うん、で可愛いのとその美しいというかですね。ああでもあ本当だ。あこのおひな様のセットも作ってる。これもそう。あそこがそうだよね。前は違うよね。後ろは分かる。でもあのお殿様ちょっと悲しそうな顔してる。それは見る人の気持ちかな。そうか見る人の気持ちか。ほらなんかみんな お孫さんを思いながら作ってるような感じがする。なことないの。そればっかりじゃないですね。あそればっかりじゃないですよね。これは有名人のイメージがありますね。そうですね。うん、そうですね。なるほどね。でもやっぱりこういうの黙々とっていう楽しそうですね。苦しい時もあるけど。そりゃそうですよね。作るってことは大変なこともありますよね。失敗もしそうになるしさ、うん、でもその間世間話もするんでしょ。しないです。黙々とやってる。黙々とやってんの。あそうなんだ。うるさいってね、あんまりおしゃべりすると。あ気が散る。集中できないじゃん。なるほど。手を使うことはね、うん、すごくいいですよね。いいですよね、うん、自分で分かりますよ。そうですよね。手がねだんだん動かなくなるの、この指とかが、うん、そう使ってると違いますよね。いや手ボケないってね。手本当にボケないっていうか、あの頭を使うのと同じぐらい大事なんです。集中してそれに没頭できるからいいのよね。そうですね。何も忘れちゃうから、うん、それやってる時はね。そうですよね、うん、別世界ですもんね、うん、そうしないと集中できないから、うん、でもそれをみんなでこう集中してる時間が持てるっていうのはいいですね。だから自分で4時なら4時でやめようって決めとかないと永遠とやっちゃうと疲れちゃうわけ。それ疲れちゃうね、うん、あそれでまたじゃあまた次回にみんなやりましょうっていうのはいいことですね。今日はここまでやろうって決めたらそこまでやったら片付けた。そうですね。そうだよね。いや持ち帰ったり残業しちゃいけないんだ。ではありがとうございます。でも毎年毎年拝見すると本当楽しそう。まあ大変なこともあると思いますけど作ることですからね。今年も見事な作品で、でも結構皆さんは好きですよね、うん、好きよ。好きじゃないとできない。それできないよね。本当真剣になってね。そう好きじゃないと本当できない。そうやる決め込みの。やんなさいってね、嫌いな人にいくらやんなさいって言ったら無理だからね。いやこれは無理でしょ。無理ですよ。そうですよ。よく写してってね。よく写してる。そうしっかり話しないで真剣だって言った。本当話のね。